でけえぞあれ。あの日本トカゲでけえぞ。メスか。メスっぽいねあれ。でかいねあれ。捕まえるか。どこ行った。とっとっと。あくそ逃げられた。やっぱり春はポカポカしてるからみんな仰向けになりたくなるよね。久しぶりに来ましたね、森の中に。スズミバチ2体おったね、あれ。2体おった。1体は外、1体は中って感じかな。まあ、もしかしたらまた攻めてくるかもしれん。女王とおぼしき、あれ女王かね。もう俺はもう判断の仕方がわからない。でも、バカでかいけん、でかいね、女王ってことでいいんやんかな。おプリンセスキラービーということで。で、幹部がちょっと上の方におった。幹部が、うん。でもあの幹部もでかかったけど、もしかしたら別のコロニーの女王の可能性がわからんね。やっぱだいぶアンテナがだいぶ張られとうね。常に対昆虫中ね、キッズを退散させたあのくらいのランボーハサタロウかね。シチュエーションをまた体験したい。人の土地で花火を上げるなというね。あれもいわばボランティアやけん。まあボランティア。ボランティアという名のいたずらやけん。ボランティアっていうのはちょうどいい、うん、言い訳みたいになってしまったけど。海外ではなんかさ、まかり通ることが日本じゃちょっとね、そうね、通らんっていう。海外ぐらいのいたずらしてるけど。これ。いや、相当でけえこれ。これでかいね、女王蜂やから。この手のサイズ。これ女王蜂やねこれ。待って、ケツこれ針は？針はある。あるっぽい。ああ、これ。うわ、取りたい。うおー、でかいでかいでかい。ピンセットかなんかあればな。うそ、見てこの尻、やば。うわ、これヒップ10センチある、これ。うわ、これもグラマラスだね。でけえ、マジ。このスズメバチ。うわ。もうだってもう、なんか分解してもなんか、水で。うわ。入るね、やっぱ。これ何が入ってんのかね、これ。多分不発誘引剤、うん、でこちらは誘引剤に誘われてボチャンチを追ってすあの土左衛門になると、うん、クヌギやもんね。これクヌギなん、うん、これクヌギやね。まだ若葉やね。わ、出てくる出てこんか。怖え。まだ帽子があるけぶっぱされそう。見えんで、ね、ちょっとほじくり出してみる。当たるかな。そうそこ続きよ。そこ冬眠するにはもう最高の場所やね。ちょっとライト隠れた。アサシンバグがたくさん。うわ、これなんかあのアンパンマンに出てくるあれみたい。食べるんだよ。そう。こいはいいね。まだやっぱ飛べるのかい。とりあえずこれで気絶はしたはず。うん。蜂はこちらのコーヒーカップで氷締めをして、保管をしております。ほらクワガタの幼虫がいましたけど、何クワガタかは分かりません。うねらせてそうやって掘るわけね。ほんと掘るのが好きですか、クワガタはね、幼虫は。えう掘るの好きでしょ。えうこちらの山の天然のオオスズメバチさんを今からちょっといただきたいと思います。これね、塩もみしたらいいですよ。それでこう雑菌を取る。うわ、すげえな。うわ、このマムシに噛まれたこの人差し指で、こいつも大概。なんかもう、ね、氷で締めたんですけど、やっぱり、ね、やっぱキラー B ですから、ちょっと緊張感ありますね。まあ、これがハサタロウ最後の。独食になります。
最後の独食なんで、しっかりと入念に塩で揉んでね、終わりたいと思います。これでもう引退します。じゃあ羽を揉いでいきます。羽がちょっとね、ちょっと下処理するのにちょっと邪魔なんで。羽も硬いね、これ。一応根元から切ったけ、いい感じです。あ、いやでもこれ絶対羽硬いわ、これしね、学生の頃はよくこいつらと戦いましたね。怖い怖い。よし、取れましたね。オリーブオイル、山のオリーブ、エクストラバージン、一番高級なオリーブオイルで彼らを揚げていきたいと思います。たっぷり使います、今回も。あれ、あ、なかった、油が凍ってますね。ちょっと冷蔵庫に入れすぎて。どうかね、こんぐらいあったらいいかな。うん、もうだいぶ高温に。あ、だいぶ高温だったよね。ちょっとじゃあ、ちょっと温度を下ろして。じゃあ、3つ見ます。なんか、スズメガシの毒は、加熱すると分解するらしいので、いけます。では、はいさ、ひし、ふせ。あ、中の水分がバチバチなってますわ。あ、まだ中がやっぱ中の水分が弾けてバチバチいきようね。もうまさにもうバチバチですわ。めちゃめちゃ踊るよね。でもいい匂いはする。あれやね、エビはね変色するけど蜂は変色せんだよね。なんかそういう色素のなんか全然でも相当ちょっとこのなんかかりんとうっぽい匂いしてきだしたよ。多分若干焦げ煙のせいもあるけど、そうね、うん、でも中もいい感じに炒まるよね。それが大事やね。中まで火しっかり通さないといけない。もう真っ黒なので、もうかなりね、加熱はもうかなり、もうあ、だいぶちょっと炭化しだしましたね。よし、こんだけ加熱すれば多分大丈夫でしょう。こいつが一番大きいやつですね。これちょっとポイポイ、足がもげた、ね、マガタマが出来上がりました。早速、オオスズメバチのオリーブ油炒めが出来上がりました。こんな感じになっております。このだいぶもうしっかり加熱入れたんで、めちゃめちゃブラック RX ですね、うん、まずは直接いただきたいと思います。ガイグラ、自然に感謝 RX。これは、この味はまさに味のしない揚げすぎたスナック菓子ですね。ただ香ばしさがあって、うん、癖が全然ないです。うん、あ、いい感じこれ。おお、見てこれ、この干しぶどうの中身みたいになってますね。あ、これ美味しい。あ、噛めば噛むほどこれエビせんの味ですわ。完全にエビせんの味で、ポン酢でもう一匹、一番肉があるやつですね。まずはこの毒脳の方から食ってみましょう。うん、これがポイズンの味か。うん、しっかりこの中こういう風になってるんですね。お腹の中がこの女王蜂と思われる。これポン酢でちょっとチュチュッと、あ、こうポン酢がしっかりこの筋繊維の中に染み渡りましたね。いただきます。
トンネルがある。トンネルになっちゃった。これは多分ちょっとこうしっかり流し込んで、もうお気づけみたいなもんですわ。うん、いやポン酢とめちゃくちゃ合うよこれ。うんうん、おっ、ここちょっとあれが出てきたね、広背筋が出てきたね。これ大胸筋かな、筋肉の筋繊維を。あっ、うわ、これあれや、あのウシガエル食べた時の筋繊維 の食感の感じと、あのシャワーアーチになるやつ。うわ、で最後がポッカレモン攻め。これも美味しいんですわ、これも。うん。あ、全然苦くない。あ、フルーツ感がある。ごちそうさまでした。